正炉の匠大川義雄が最も神経を使う工程が始まった。円を3等分するように酸をはめ込む。ほんのわずかな誤差が正炉の円形を崩してしまう。一番気を使うのはこの棒を入れる時ですよね。これが間違えたらもういびつは治りません。小刀一本で型取り組み上げていく。鍛錬を重ねた大川ですら慎重になる作業。一つの正炉を作り上げるためにおよそ2時間を費やす。大川は板を曲げ端を縫い輪を叩き続ける。日々繰り返してきた工程、決して手を抜かずに取り組んできたからこそ今の大川がある。音でちゃんと言ってるか言ってないかっていうのは聞けばわかる。要するに緩い。そうすると音が、積んだ音がしないんですよね。カンカンとやれ、ガチャガチャっていうような音がする。土台と胴輪を山桜の皮で縫い付ける。最後に7枚の板に穴を開け、桜の皮を通すという一番の力仕事が待っていた。皮差しのこれで穴開けて、これよりも狭くしちゃえば簡単にスーッて入るわけです。スーッてこうできるんですけど、簡単に入って簡単に通るっていうことは抜けるのも簡単なんですよ。桜の皮を引き続ける両手は腱鞘炎になった。それでも大川は自らのこだわりを捨てずに一途に正炉を作り続けている。常に厳しかった大川の顔がほっと和らぐ時、正炉が完成する。おお、この正炉にあんな苦労が隠されていたとはね。やっぱ美味しい蒸し物を作るんだったら手作りの正炉に限るよね。きっとね、この木の柔らかさ、優しさがこの肉まんちゃんに伝わってそれが美味しくなるんだろうな。水蒸気でぎゅっと素材を包み込んで一気に蒸し上げる。すると、おお、来た。おい陽子、陽子、俺たちの愛もこの肉まんのようにホクホク熱々でいたいよね。ね、返事なしか。ホテルオークラ東京、大川のせいろはここでも使われている。お待たせいたしました。エビ入りの蒸し餃子でございます。
数あるせいろの中でも大川のものでなくてはならない理由があるという。こう蒸気を吸い込んで、よく吸ってくれるのでね、水滴が落ちないっていうところが、木の質とか、気を抜かない仕事ってのはされてると思います。商売で売った買ったいくら儲かった、それだけだったらやめた方がいい。職人は絶対儲からない。物を作って感謝されて、ああよかったなと思えるような人ならば職人に向いてるんだろうと思いますけどね。弱い66歳、職人としての喜びを知り尽くした大川だが、引退の二文字が近づくにつれある悩みを抱くようになった。